ステファン・ドンプ・ビエルナツキは、ポーランドの軍人、少々、ブーニエ近郊のグノイナ出身。1907年からポーランド独立のための非合法、活動に参加し、後に、重兵連盟に加盟。1913年、連盟主管課程を終了。第一次世界大戦勃発と共に、1914年8月、ユゼフ・ピウスツキが指揮する。 オーストリア・ハンガリー軍のポーランド軍団に参加し、中隊長、大隊長を歴任した。軍団解散後、1917年8月に、ベニャミヌフに抑留される。非合法なポーランド軍事組織に加入し、チェハヌフの司令官に任命された。1918年から、ポーランド軍。ポーランドソビエト戦争に従軍し、1918年11月から、 第32不評連隊長。1919年2月から第1旅団長。1920年7月から第1不評師団長。1926年11月からポーランド軍参謀本部付属特別委任召喚。1930年12月ビルの軍監察官に任命。1939年のポーランド進行時ワルシャワ南方に位置するプルスイ軍を指揮。 9月8日、ドイツ第10軍は防衛戦を突破し、プルスイ軍を事実上壊滅させた。9月10日、彼の部隊は、ルブリン軍残余部隊と共に、ルブリン付近に集結した。ティーピスコル将軍の集団が降伏した後、包囲網を突破し、ハンガリー領内への退却を試みた。ビエルナツキ式下の部隊は、北部戦線となり、第1グループ、第2グループ、並びに、 グワディスワフ・アンデルス将軍のグループに分かれた。9月22日、攻勢転移したが、翌日には、独ソ両軍により包囲された。トマシュ・フルベルスキ郊外で敗れた後、フランスに亡命した。1939年から1940年、ポーランド人部隊を率いて、フランス防衛戦に参加。1940年、ダンケルクからイギリスに撤退。 1940年から1945年、西部戦線のポーランド人部隊で戦う。終戦後、イギリスに在住。ありがとうございます。